しっ。あっ。なんてついてない日なんだ。ふん、面倒だ。今砂丘が崩れた。俺には結界が見えていた。俺たちを守っていたのはあのグラマバラだ。緑色の草元素力。お前たちが言うように、クラクサナリデビがあの学者の体内に残した力なのかもしれない。元送信か。おじいちゃん、おじいちゃん、なんでまた気を失ってるの？周りを見てみろ。ここにはもともと神殿があったのか。流砂が崩れたおかげで地下構造があらわになったんだろう。扉の符号は全てスカーレットキング文明のものだ。この建物は歴史が古く、完全に風車に埋もれていたせいで、ここは遠い昔に沈んだ地下宮殿だったのかもしれない。ああ、スカーレットキング様の奇跡。おい、なんでこいつまでいるんだよ。それにこいつの手下も一緒に落ちてきたんだろう。しぶといやつだ。あいつは無事なようだが、こいつらはもうダメみたいだな。せいぜい頭に気をつけろ。俺にパックリやられないようにな。今は争ってる場合じゃない。崇高なる王が我らを聖殿へ導いてくれたのだ。まさか入ろうとなんかしてないよな。奇遇だな。俺も入ってみたいと思っていたところだ。面白いとは思わないか。クラクサナリデビの力が災害から俺たちを守った上、スカーレットキング文明の建物がここに現れたんだ。二大神が力を見せつけ合うのも見届けないのはもったいない。お前、神には興味ないんじゃなかったのかよ。確かに興味はないが、俺にとって神とはより高い形態の別の生命体に過ぎない。動物と言ってもいいだろう。しかし、新鮮な物事は探求するに値する。それが神と関係あろうがなかろうが、どうだっていい。ラフマン、あんたの手下はどうする？ここで寝かせておこう。スカーレットキング様が民に加護を与えてくださるだろう。さて、俺は聖殿に入る。風を知れ。鬼を殺すまじないがあるんだ。ここ一帯に生命の息吹が充満している。不思議だ。廃棄されたようにしか見えなかったのに、内部にこれほどの力が溢れているなんて。そうだな。植物もたくさんあって綺麗だ。ラフマン殿。俺のことか。他にラフマンという者がここにいるのか。継承など皮肉にしか聞こえんが、
どう理解しようが勝手だが、今はあることについて考えてほしい。この建物はスカーレットキング文明のものだが、内部で流れている力は創神のものだ。俺は神の目を持ってない。何とでも言うがいいさ。何も起こることはないだろう。ただの学術的な思考の旅に過ぎない。でも確かに変だな。もし本当にそうだとしたら、原因はきっとここを全部回らないとわからないだろう。木の雷鉄。ふっ。せ。ふっ。いや。くらい。ね。逃げ道はありません。燃えろ。どうよ。よし、出発だ。裁きの雷鉄。剣を入れよ。逃げ道はありません。全力攻撃だ。天道万象、剣女万弱。せえ。裁きの雷鉄。せえ。て。燃えろ。逃げ道はありません。て。そこ。
斬八九。見切りました。くらえ。どうよ天道、ここにあり。逃げ道はありません。せえ。燃えろ。裁きの雷、無我の境地。我が命を聞きた。岩山八九。みんながそばにいてくれるわ。おとなしく捕まれ。天理チョーク。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。ふったそっはっはっそこふっ。裁きの雷。
険だ冒険。よし出発だ。よし出発だ。冒険だ冒険。よし出発だ。さすがはスカーレットキング様、こんな壮大な光景見たことがない。植生がこんなにも豊かだなんて思ってたのとちょっと違ったぜ。砂漠にもこんなに植物があったのか。それもスカーレットキング様の恩師。待て、あれは何だ。花がいっぱいだ。お、真ん中に何かあるぞ。これはスカーレットキング様の記号だ。異物があるな。古代文字で書かれた帳字だ。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と桜花に値する。古代スカーレットキング文字が読めるのか。大したことじゃない。全ての若者は卒業前に少なくとも20種類の言語を学んでいるはずだろう。こいつ冗談を言ってるんだよな。やはり何かがおかしい。原子力が濃すぎる。生命を感じる。何かを伝えているのか。これか。分析中。
この骸骨には隠された情報が残っているようだ。ちょうど墓にスカーレットキング文明の装置があった。この情報をあの装置に送って投影しよう。知識の共有はお前たちの原則に背くんじゃなかったか。確かにそうだ。しかし君がここにいる以上、これらの情報は直接君に受け取ってほしい。見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。スカーレットキングがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上事が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に作動。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じれば、スカーレットキングに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのはなんだ。この骸骨の記憶だ。そんなバカ。マハールッカ・デバータ、先代宗親はスカーレットキングと敵対関係ではなかったのか。そんなバカなことがあるか。宗親の民はみんな、あれが先代宗親なのか。最後すごく小さくなってたぞ。たとえアーカー城を信じられなくとも、スカーレットキングの技術なら信じられるはずだろう。これがスカーレットキング祭司の遺言だよ。俺はこんな話聞いたことがない。かつてスカーレットキング様の民のうち全ての生存者がアール村に集まった。スカーレットキング様が死に、俺たちの文明が滅亡へ向かっているのは、俺たちにとってマハールッカ・デバータは災難時に追い打ちをかけた元凶ともいえる存在。人と同じように砂漠で殺し合い、争い、憎しみ合ったと。いくらなんでも視野が狭すぎる。もしも直に見ていなかったら、もしもこの目でこんなクレイジーなことなど決して信じなかった。一体どう向き合えばいいというんだ。俺はラフマン、
もういい。もうそれ以上言わなくていい。自分を無理に笑い物にするな。なあ、ディシア。俺と俺の旅団は、一体何のために戦ってきたんだ。おい、大丈夫か？ありがとう。大丈夫だ。そろそろ行こう。ずっとここにいるわけにもいかない。戻ったらどうする気だ？お前の言いたいことはわかる。俺は自分のしでかしたことを後悔してるよ。お前たちが望むものは全て叶うだろう。だが少しタイムだ。仲間たちに今日起きた全てのことを説明したい。簡単にはいかないだろうな。ああ、だがやらねばならん。ディシア、ここが俺のベースだ。覚えておけ。私たちはいつ行けばいい？明日だ。その時までにみんながお前たちを盟友だと信じるよう説得する。お前たちの今日、いや、グラマパラはしっかりと送り返そう。他の資源も共有して構わない。敵が賢者だと分かったようだな。ああ、神は人を見捨ててなどいなかった。業を作ったのは人自身だったのさ。もう全部分かったみたいだな。ラフマンは愚かな奴じゃない。砂漠の中で自らの勢力を立ち上げられるほどだからな。ちゃんと実力もある。惜しいことにスカーレットキングへの信仰心に影響されちまっただけさ。少なくとも結果的にはそう言えるな。オイラたちも行こうぜ。帰って美味しいもんでも食って一眠りして明日に備えよう。おーい、セナ、行くぞ。そう叫ばずとも行く。諸悪よ、知れ。いざ参ろう。よし、出発だ。ラフマン、来たぜ。すべて準備 OK だ。後で専属の者に彼らをアール村へ送り届けさせる。何はともあれ、手伝ってくれてありがとな。気にするな。ま、家庭はあまり順調じゃなかったがな。今やお前たちと俺の利害は一致している。これから犯人の居場所は？
今そこへ連れて行こう。こいつらがグラマパラをさらった犯人か。初期官、いくら叫んでも誰も助けに来たりはしない。お前たちのせいでオイラたち砂漠で走り回る羽目になったんだぞ。その通りだ。ダイマーマトラ、嫌だ、殺してくれ。こいつらお化けを見たみたいな表情でセノを見てるぞ。俺に見つかることなどとっくに覚悟していただろう。違う、俺たちは命令に従っただけなんだ。お前にもわかるだろう。嫌だ、セノにだけは。獣に駆られた獣みたいに残忍に殺されちまう。獣以下かもな。どうか許してくれ。口を割らないなら構わない。俺には俺のやり方がある。それで上がこんなことをやらせた目的は何だったんだ。それは缶詰知識の抽出だ。とぼけないでくれ。何が聞きたいのか分かっているはずだ。神の缶詰知識を抽出してどうする気だった。どう言えばいいか。おい、その態度を改めないと本当にやっちゃうぞ。自分たちの首を絞めたいのか。ああ、あ、それ比喩とかじゃなくて本気なのか。どうしてそのことを。もう隠しても無駄だ。ああ、その通りだ。氷霊院では世界をも変える偉大なる計画を実施している。自らとスメールに属する。表向きは栄えているように見えるが、マハールッカ・デバータが亡くなってからスメールの学術が飛躍的な突破を遂げたことは一度もない。それに加え、近年は世界中の誇張問題が深刻化している。賢者たちもほとんど全部の方法を試したが、徒労に終わった。彼らの口癖は、もしマハールッカ・デバータがいたらだった。続けろ。その時、あるファデュイのメンバーが現れた。教練員の者たちは彼を博士と呼んでいた。博士は神の心を一つ持ってきて、教練院内の研究環境を借りたいと言った。博士は昔スメール教練員から追放されていたから、賢者たちは初め見向きもしなかった。だが奴があの言葉を口にした時、全員の表情が変わったんだ。奴は神を作る気はないかと聞いた。これが学術の果てにある愚昧さと傲慢さだ。教練員はまず精巧な人形をもとに長い時間をかけて神の躯体を作った。そして過信探査の輪廻を利用して無教を収穫し、アーカー社の出力効率を最大化した。博士の助けのもと、最大出力形態のアーカー社は神の心に含まれる力の抽出に成功し、それを神のコアにした。その後、新たな神に神の知恵を授けるべきだという定義があった。そのためにしかし、どうやってそれらが本当に神の知識であると。それは推測に頼るほかなかった。誰もこの不可思議な現象を解き明かせてないんだ。地上において誰もわからないのであれば、それは神にしか解けない知識。もうわかっているかもしれないが、教霊院は神が誰であるかは気にしない。全知全能の4文字は、一部の生物は走行性という生命現象を持ち、生涯これもある種の走行性と言えるだろう。仮になら、クラクサナリデビはお前らにとってどんな存在なんだ。
彼女は正真正銘存在している神だろう。すでに新たな神がいるというのに、なぜ別の神を創造する？教令院は一度も彼女を神として扱ったことはない。当時教令院はクラクサナリデビという新たな知恵の神を探し出した。賢者たちは皆、当時の彼女の知能はそこらの子供とほとんど変わらなかった。そのせいで賢者たちはより一層マハールッカ・デヴァータが死、それにクラクサナリデビの神の心はアーカーシャを動かすために使われている。今の彼女には神の力もなければ並外れた知恵もない。やがて人々は彼女を忘れるようになった。それが賢者たちの選択。よし、ちょっと落ち着こうぜ。みんな気分、ラフマン。これからグラマパラとアール村に戻るから、護衛を何人かよこしてくれ。ああ、わかった。戻ってきたグラマパラたちは全員家に送り届け、世話係をつけています。あの二人の学者も厳重に監視しています。うー、雰囲気が重いな。おい、ぼーっとしてないで何か話せよ。その、何も話すことは。それか、もう少しお菓子をも。じゃあオイラもキャンディスと一緒に行くぜ。旅人、お前はどうしたい？おいおい、なんだか仕事の会話みたいだな。やはりまだ何か隠していたか。自分が経験したこととはいえ、お前の口から言われるとやっぱり不思議に思うぜ。あまりの劇的な展開に息が詰まるところだったぜ。相対すべき問題は思っていたよりもはるかに多い。だが確かにいい機会だ。ラフマンたちも加入したことだし、つけ、そろそろ計画を決めよう。ああ、今ある全ての状況は規則をはるかに超えている。皆さん、もう答えは出たのですか？賢者を倒し神を救う、それが俺たちの最終目標だ。他にも利用できる資源がないか詳しく考える必要があるな。次の会議でみんな答えを持ち寄ろうぜ。おう、きっと大丈夫だ。急ぐ必要はない。
これだけの大事、すぐに準備することなど不可能だ。ゆっくりと考え、計画のご…そう言ってまた本を読み始めたぞ。おい、お前ってやつは本を貸そうか。いらないぞ、お前の本はオイラには合わない。冗談だ。確かに俺の本はお前と不釣り合いだ。貸す。なあ、もう頭きたぞ。何か私にできることがあれば、必ずアール村を離れることはできませんが、あなたたちを見ているとなんだか私も昔たった一人で戦った時でさえこのような湧き立つ感情はありませんでした。これが仲間の力というものなのですね。前まで神がこんな災難に遭っているなどと考えもしなかった。仮にこの全てを変える方法があると。最近の仕事は厄介なもんばっかだ。それにこんなに難しい仕事なのにちっとも経済的利益を生まないなんて。いい方向に考えろよ。もしかしたらことが終わったらお金持ちになれるかもだぞ。それもそうだな。うん、おいしい食べ物をたくさん。それだけか。かわいいじゃないか。ならその美しい夢のために、私たちがこれからやることが。おっ、